皆さんこんにちはオールズコンサルティンググループの羽生田です企業政府 NPO それぞれの経験を生かしてサステナビリティ戦略に取り組んでますで気候変動対策が必要だとこんなことみんななんとなく分かってるんですが気候変動の話をするとき私いつも まあ経済活動が悪いとか全部企業のせいだとか、まあ、こういう語り口が好きではありませんこれ聞こえ方によってはじゃあ企業全部なくなっちゃった方がいいのと、まあ、こんなふうに聞こえるわけですね。でこれ私が経営コンサルタントだからとか経済が大事だからとか、まあ、こういう理由で言ってるんじゃないんです。これれ地球の置かれていいるる状況を考えるとともうう、えー、企業産業産、えー、まあ パワフルなななな悪者にです、ね、なくなってもらうようよ余裕はないんですねえね、ー、こういう企業産業というパワフルなプレーヤーにこれからヒーローヒロインに生まれ変わってもらう必要があると、まあ、これが地球の置かれててる状況だと思ってますで具体的に言うと、えー、温室効果ガスの排出をプラスマイナスゼロにするというカーボンニュートラルこれはもしかしたら企業が全部なくなったら少し近づくかもしれません。だけども えー、今まで出してしまった温室効果ガスを含めて、まあ、回収していくカーボンネガティブの世界になると今度逆に、まあ、企業が大きな投資をしてイノベーションをして、まあ、技術を作っていくと、まあ、こうでもしない限り実現できないわけですね。まあ、なので企業には、まあ、できるだけ地球に優しい地球の住民なんかを目指すんじゃなくてできるだけ地球をこう救うドクター、まあ、こういうふうになる、まあ、取り組みをしてほしいと思っているわけです。 まあですけど残念ながらなかなか企業の活動ってそこまで本格化していないとで今日は、まあ、それを変えるための語り口これを皆さんと共有したいというのが、まあ、私のお話です。で、えー、企業ぶっちゃけたう可い何で,、えー、でかというと、えー、消費者がですね本気で気候変動を望むんだったら 企業はですね、それに応えて、ちゃんとビジネスが回っていくはずなんですが、実はそうなっていない。これ見ていただきたいのは何かというと、国連が世界で40万人以上に取ったアンケートの結果なんですが、これ何かというと、SDGs の中でどれが大事ですかという質問です。で、世界の人たちが答えたのが灰色の棒で、日本が答えたのがこう、まあ、茶色の棒です。で、これ見ると、日本って、 もうここですね。世界よりも日本の棒の方が高くなっているところ。えー、目標でいう十二十三十四とか。その環境分野が大好きだと、まあ、こういうふうになっているんです。世界からすると、日本は環境ばっかり大事にしていると。まあ、こんなふうに、見られているんです。でも、質問を変えて。じゃあ、気候変動対策は、あなたにとって、どういうものですかと。まあ、こういうふうに聞くとですね。世界の人は、気候変動対策すると、生活が良くなると。 まあこういうふうにワクワクするって言ってるのが大半の中で日本人は真逆です。気候変動対策は生活の質を脅かすと思うというふうになっているなので自分じゃやりたくないなとこういうふうに言ってるわけですね。まあもうぶっちゃけたなし日本の消費者の気候変動対策っていうのはこう自己矛盾です。SDGs の中で環境だけが大事だ人権なんかにも大事だと言いながら自分じゃやりたくないと、まあ、こんな消費者を相手にしている日本のマーケティング企業はですね まあ、混乱の極みですなので、えー、日本の企業が気候変動対策本気にやろうと思うと消費者の方ばっかり見ててもダメなんです。じゃあ何見なきゃいけないかというとまずは企業の内なる本音のまああのの話です、まあ、あの経済産業は古い物差しでは勝てないこんな言い方なんですが、まあ、企業がずっとこれまで測られてきた、まあ、マクロな GDP 一人当たり GDP とか、まあ、国際競争力 もともと日本は世界で1位とか2位だったのがもう今世界で30位とかまで落ちているわけですね。でたや、えー、SDGs 達成度ランキングこういうのがあって、まあ、これ15位なんです。まあ15位微妙な数字だなと思うかもしれませんが、まあ、この15位っていうのを少なくとも古い物差しである GDP とか国際競争力よりはまだ、えー、勝ち目がある数字っていうのは一つとこれよく見ると SDGs 結構ヨーロピアンが作った世界観の中で 実は日本ニュージーランドに次いでヨーロピアン以外だと世界2位になるんですねなので少なくとも古い物差しである GDP とか、まあ、それのうち数である QCD クオリティー・コスト・納期ですね、まあ、こういうもので見られるよりも SDGs どれだけ頑張ってるかで見られた方がまだ競争として勝ち目があると、まあ、こういうふうに企業の中でもまず認識してもらいたいのは1点目ですでもう一つが、えー、問いが変わってきてるという話に企業の中でまず考えたいと思ってます これまで企業への問いって、恩、えー、社はいくら儲かりましたか、えー、次なるこういう競争に勝てますか、まあ、こんなのばっかり聞かれてきたわけですが、今、企業に対する問いって変わってきてます。今問,問われている問いは、恩社は10年後もあるんですかと、まあ、こういうふうに問われているわけですで。我々実際にここ数年見てきました。100年続いた一部上場企業、100年企業が、 まあ、あのガバナンスの問題そして環境が変わった問題、えー、これによって、えー、実際に、まあ、倒産してみたり倒産しそうなので、まあ、外資に買収されたりもうこういうのを見てきたわけです、まあ、ですので、えー、企業は今必死になってます必死に何してるかというとアピールをしています、まあ、ESG 投資環境社会ガバナンス、まあ、この観点での投資をうちにしてくださいとこれ統合報告書っていうものを作っいっぱい作って、まあ、その中の価値創造ストーリーなんか言って。 まあうちの会社はこんなに世の中に価値を出していてこんなに求められていますとなので安心してうちの会社に投資をどんどん続けてくださいとまあこんなふうにアピールをしているわけですただこれも実は十分じゃないんです、えー、投資家だけ見ていてもダメなんですねで投資家だけ見ててなんでダメかというと投資家は先ほどの日本の消費者と違って別に自己矛盾とかをしているわけじゃないんですですが、まあ、ぶっちゃけた話、企業の普通の企業の中で 投資家ってそんなに大事な存在じゃないです。これ何かというとまあいわゆる自分の会社に対する投資見てる人って企業の中では正直こう本社の人だけですね本社の経理とか財務とか、まあ、何して経営者本人とかぐらいしか投資自社に対する投資って見てないわけです。まあ、出てくるのは何かというと貸借対照表バランスシートに出てくるので企業の中でバランスシート日々見てる人ってそんなにいないわけですね。 他方で、まあ、企業の中で気候変動対策サステナビリティの当事者を増やそうと思うとじゃあ誰の話にしなきゃいけないかっていうと事業部の話にしなきゃいけないんです企業のほとんどの人は事業部にいるので事業部の話にするでこうやって言うと多くの方がですねあ知ってるよと、まあ、サステナビリティと事業の話っていうと、まあ、サステナビリティを利益出しながらやる CSV 経営ねとか、まあ、こうドヤ顔でコンセプトを言ってくるんですが、まあ、そういう結果指標としての利益を出すなんてこれは当たり前なんです。 企業活動なんで借り方と貸し方を合わせるためには利益出さなきゃいけないんこんなん当たり前で、まあ、そんな結果指標のコンセプトの空中戦はもう十分です今私が欲しいのは具体的なアクションですねで今日皆さんと共有したいのが具体的なアクション企業が明日からできる大きな変革ゲームチェンジャーとしての調達ガイドライン、えー、急に具体の言葉なんですがぜひこれ今日を大事なキーワードとして、まあ、好きになってほしいと思ってます。まあ、難しい言言葉で言うと 企業が行動主体としてできるまあ、ルール形成なんて言い方をしたりしますが、まあ、調達ガイドラインすごく大事だと思ってます。これ何かというと、企業、これ学校も同じですが、が例えば、えー、材料とか道具とか買うときに、まあ、うちの会社はまあ、こういうものしか買いません。ないしはこういうところからしか調達しません。こういうまあ、ポリシーとか条件を書いたまあ、ルールになります。でこれ法律とかなくても企業は自分で決めれるわけですね。 ここれを例ええばうういいううに変えてください調達ガイドライン、えー、当社は気候変動対策の目標を掲げて毎年進捗報告をしているサプライヤーからしか買いませんこういうふうに言ったら変わわると思わないですかこれどういうことかっていうと、まあ、うちの会社と取引したかったら気候変動対策の目標を掲げて進捗報告しなきゃうちとは商売できないですよと、まあ、こういうわけです。 で全部ただ毎年ちょこ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 同じものをそのコスト比較をして調達切り替えしているようなものはどんどんこういうふうによりリアルに想像していただきたいのがもしも明日御社の一番大きな取引先がこれ言い出した時に御社耐えられますかとこれが非常に大事な問いだと思ってます。 なので、まあ、企業の中でぜひ調達ガイドラインをどうデザインしていくかどう対応していくかこれ話し合ってほしいと思ってます。ももちろん、まあ、相談にもあ乗りまというところです。で最後に、えー、これから企業をどういうふうに評価していったらいいかとその切り口の共有を最後にしたいと思ってます。で、えー、今気候変動対策、えー、企業大半の企業がほとんどこう「do no harm」 ハームっていうのは害悪ですね。極力害悪にならないようにという、まあ、その悪影響の排除にとどまってます。でカーボンニュートラルなんかもこの範疇ですね。でもこれだと正直恩社潰れちゃった方がなくなっちゃった方が悪影響ごとなくなっていいんじゃないのってこんな風に聞こえちゃうんです。なのでぜひこう問題解決カーボンネガティブなんかもそうですが 問題解決のところまで踏み込んでほしい見切れになるだけじゃなくて課題を見つけて解決するところまで踏み込んでほしいというふうに思ってますこうすると御社がなくなったら世の中のこの課題解決が進まない存在意義があるとこんなアピールにもなるわけですぜひこんな議論をですね企業の中でどんどん進んでいただければ気候変動対策のこの指止まれがどんどん進んで世の中が変わるとこんなふうに期待しているわけですまたお話ししましょう